果てしなき大宇宙の彼方から空飛ぶ円盤の群れが地球を目指して飛んできた。各国の人工衛星はいち早くその異変をキャッチして、地球上に SOS の電波を発信した。科学特捜隊パリ総合本部でも、ニューヨーク支部でも、ロンドン、モスクワ両支部でも、我が国科学特捜隊本部でも、その恐るべきニュースをキャッチしていた。そして地球全体が恐怖のどん底に叩き込まれたのである。キャップ、パリ本部からの緊急指令です。読みます。円盤らしき飛行物体群の地球侵入はグリニッジ標準時間0時24分と判明した。各国支部とも防衛体制を密にせよ。ただし円盤群の飛来目的は未だ不明である。よってむやみに攻撃してはならない。以上です。グリニッジ0時24分というと日本では9時24分。あと40分しかないぞ。藤君、航空自衛隊に空の守りを固めるよう要請を出してくれ。はい。あれし、警察庁を通じて各県警本部に警戒警報を発令。はい。こちら科学特捜隊。目標は地球の二大国だと思う。警戒警報を発令せよ。侵略だとおっしゃるんですか。間違いないね。空飛ぶ円盤は1930年以来頻繁に地球に現れている。あれは偵察に来てたんだ。だが今度の場合、スケールから言っても単なる偵察ではない。地球総攻撃。敵は40年間もそのチャンスを狙っていた。空飛ぶ円盤の群れは目指す地球へと次第に接近していた。一方、日本の空を守るため航空自衛隊の精鋭たちが次々と基地を飛び立っていった。さあ、矢でも鉄砲でも持ってこいってんだ。いで、言葉を慎め。地球最後の日になるかもしれないの。見ろ、円盤軍はあと5分で大気圏内に突入する。まだ各地のレーダーには引っかからないか。まだです。はい、カトクタ本部。電波監視センターからです。はい。はい、了解。北緯28度、東経155度20分。無数の飛行物体を確認。500キロに地点だ。キャップ、ミサイルを撃ち込みましょう。先手必勝。このまま手を組まないで見ている場合ではありません。僕も嵐と同意見です。たとえ目標がどこの国であろうと、結局地球全体の敗北につながるんですから、出撃しましょう。待て。こういう地球全体の運命に関わる事件の際はパリの総合本部が命令を下すことになってる。勝手な行動は許され。しかしキャップ、誰とも冷静になれ。綾田さん、円盤は日本の方向に向かってる。おい、我々の方に来るぞ。円盤が日本に。
からの指令です。読みます。円盤軍は日本家督隊支部およびウルトラマンを撃滅した後、各国を襲うものと思われる日本支部の健闘を祈る。以上です。出動準備。さっき井出が言った通り、我々の敗北は地球全体の敗北につながることになる。日本支部の生命をかけて戦ってもらいたい。藤君は連絡員として本部に残ってくれ。はい。出動。お、しまった。昨日完成した新兵器を持ってってもらうんだった。まだ間に合うと思います。よくやった。キャップ、大型の宇宙船はどうしました？残念ながら見逃してしまった。しばらく探索を続ける。君たちは本部へ帰ってよろしい。了解。井出より本部へ。井出より本部へ。秋子隊員、秋子隊員、応答せよ。おい、
見するんだ。大丈夫か。おい藤君、先生。おい藤君、犯人は岩本博士よ。何、何、岩本博士。よし藤君、しっかりするんだ。さあ、高さの様子がおかしいんです。来てください。すでに宇宙人が侵入していたのか。岩本博士に化けて通信機や動力室をめちゃめちゃに破壊してたんだ。キャップ、宇宙人が断末魔にゼットンとか言ってましたね。うん、一体何のことでしょう。これは何だ。おお、本番は我々の命だ。キャップ、マルスは早く立ちません。岩本より村松キャップへ。岩本より村松キャップへ。こちら村松。私だ、岩本だ。救助を頼む。岩本博士、どこにいるんです。本部の中だ。え、早く話し、博士を頼む。私はマルスでできるだけやってみる。はい、はい、thank you.
ウルトラマンの体は地球上では急激に消耗する。エネルギーがなくなると胸のカラータイマーが鳴る。ウルトラマン、立て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 、センターで昨日完成したばかりの新兵器だ。これを持ってきたまえ。はい、ありがとうございます。試作品だからこれ一発しかない。シソンニルじゃないぞ。はい、行こう。よし、見たまえ。あれはウルトラマン。ウルトラマンの二人。いや、光の国の使いだよ。私の体は私だけのものではない。私が帰ったら一人の地球人が死んでしまうのだ。ウルトラ、お前はもう十分地球のために尽くしたわ。地球人が許してくれるだろう。ハヤトは立派な人間になり、犠牲にはできない。私は地球に残る。地球の平和は人間の手で掴み取ることに価値がある。
ウルトラ、いつまでも地球にいてはいかん。ドビドビドビ、それならば私の命を早田にあげて地球を去り去り。お前は死んでもいいのか。構わない構わない構わない、私はもう2万年も生きたのだ。地球人の命は非常に短い。それに早田はまだ若い。彼を犠牲にはできない。ウルトラマン、そんなに地球人が好きになったのか。よろしい、私は命を2つ持ってき、その1つを早田にやろう。ありがとう、ドキドキ。じゃあ早田と君の体を分離するぞ。仲間が迎えに来たんだ。すると、もうウルトラマンは我々の前に二度と姿を現すことはないんですか。地球の平和は我々科学特捜隊の手で守り抜いていこう。あの赤い玉ですよ。僕が竜ヶ森で衝突して今までどうなってたのか。ウルトラマン、さようなら。さようなら、ウルトラマン。人類の平和と正義を守るため、遥かM78 星雲からやってきたウルトラマン。凶暴な怪獣たちを倒し、宇宙からの侵略者と戦ってくれた我らのウルトラマンが、とうとう光の国へと帰る日が来たのです。ウルトラマンもこの地球が平和な光に満ちた星となることを祈っているに違いない。ウルトラマン、ありがとう。ウルトラマン、さようなら。